タロイドール有力候補ビニシウス約1610億円の巨額オファー。サウジアラビアのスポーツ賞代理として活動する公共投資基金 PIF の代表団が、ビニシウスの代理人に移籍を打診したとのこと。現在39歳のアルナスル FW ロナウドに代わり、サウジアラビアリーグの新たな顔に君臨する存在として熱望しているようだ。アルヒラルはダブルハイ2034年までビニをアンバサダーにしたい考えで、最低5年契約10億ユーロを用意。交渉の話は本人にも届いており公式オファーを待っている。1610億なら絶対出すべき。1600億は非売品にもほどってモンザビルツで200億とかやろ。バルサとレアルは最近契約解除金をとんでもない額にしてるね。サウジだったら払いそうで怖いな。マドリーは健全経営だからないと思うけど、バルサのヤマルに破格金額出せば財政難、バルサなら売る可能性あるんちゃう。ムバッペとこじれたら行きそう。万が一契約解除金払ったとしてもビニが拒否するでしょ。ビニの忠誠心は本物。しかしサウジもしつこいな。その前に観客数をどうにかしろよ。金で何でもできると思うな。ダブルハイサウジ誘致してるらしいが、レアルでヒーロナがやってたポジションを彼がやっているんだけど、まだまだその域までは届いていない。まあヒーロナが異常なんでそこまでは望むべくもないけど、解約解除金を見ると高すぎる感は否めない。それだけ今の選手は小粒化しているってことでもある。再三度外しすぎだろ。